でかいね。何これ？お酒。梅酒？梅酒か。果実酒が多いね。ここが老害ですね。はい。This is Ulai Old Street。あ、你叫我去哪一间吗？ショップか。うんうん。こういうの欲しいね。可愛くない。どこでも売ってるけどな。これ欲しい。これ欲しいな。買えば。70元。千焼きとかあるやん。千焼き。千抜き。千抜き。千焼き。貯金箱。懐かしい。今日は可以可以吃吗？貯金箱だよね。可愛い。簡単にお金取れるやん。確かにいっぱいで振ったらね。なんか日本の駄菓子屋さんみたいで可愛いね。お前ね。老板说只能玩一次的。老板说只能玩一次。でもなんかこれでさカラオケしてた。ラムネ入ってるやつ。そうそうそう、この中にラムネが入ってる。これ台湾のやつかな。ほんまやね。けどなんかこれでいつもこうやって歌ってた小学生の時。これね何本も持ってたわ、ね、台湾版駄菓子だねこれは。そうね。でもいいこのお店。うん。それ何？ふさふさ膨らまして叩いて遊ぶやつか。懐かしい。ちょっと台湾っぽいものもたくさんある、ね。お前ね。使いは続いています。結構広いね。広いね。はい、今日泊まるのはあの水岸って書いてあるところです。川を眺めながら温泉入れるよ。あそこあそこあそこね。で目の前にセブンイレブンあるからいつでもお酒買いに行けるね。お酒中心。普通に景色すごい綺麗よ。それもトロリートロリーって書いてるね。雨濡れるね。あ、本当だ。夜雨降ってないことを願おう。
可愛い、可愛い、タイヤル族のキャラクターそういうところもウーライっぽいねうまいね。いい感じだね、ロビーも。結構街のあちこちにさ、うん、民族のタイルとかがあるよね。ね、そうだよね。うん、ここもほら民族のさ、ね、うん、そう、タイルとかもこの辺の、ね、面白いよね。あのお手洗いもさ、確かに。うまい。とか。うん。でさ、ほらほら、右見てみ、これ温泉が出るよ、温泉、これどう、冷たい、え、冷たいよ、これ温泉なんかな、温泉なんや、これ温泉なの、冷たいんだけどね、なんでやろう、すごい、やっぱり温泉の街なんだね。私の大好きなチューハイがある。嬉しい。これね、これがね、近所のコンビニはもう売り切れてるの。けどウーライにはありました。はい、これ1本買うでしょ。これめっちゃ美味しいです。お酒の種類がすごく豊富。ね、みんな飲むのかな。恵比寿、あとはえ、プレモルあるよ、これ香るエールある、これにしよう、これにしよう、うん、最高。温泉街っぽいよね、やっぱり、うん、この山の中にある感じが。温泉だらけです。今温泉を楽しむよ。こっちが温泉で、こっちが冷たい方の水。ちょっとね、広いから結構時間かかるね。はい、夫が先に入ってます。どう？この質感というか温泉の。どうだろう、俺にはわかんない。え、なんかヌルヌルしてるとかない？ヌルヌルしてないね。あ、してないんだ。結構本当に通常のお湯っていう感じ。あ、じゃあ結構サラサラめの温泉？サラサラやね。あ、そうなんだ。うまい。いいね。最高ですね。最高です。ネイマールそうだね、あ、なんか箸めっちゃ光ってんねこういう感じか、夕方は、うん、あ、お風呂入ってすっきりね、うん、ちょっとね、ちょっとだけ降ってる、ね、ね、傘差してない人もいるけどね、うん、また1回入った後に1時間ぐらい寝ました。で、また起きて温泉に入りました最高の土曜日。今日ね、ちょっと雨だったっていうのもあって、ゴンドラとかミニカーは乗れなかったから、明日頑張って活動したいと思います。暑そう、ちょっと怖い、ちょっと怖いね来ましたよ私と同じぐらいかな、うん、